スリートたちが真剣勝負。現役日本代表や世界チャンピオンが内田チームと中田チームに分かれ対決する内田篤人の SDGs スクール大運動会。第1種目 3×3 対決では接戦の末内田チームが勝利。続く大縄跳びと追いかけ玉入れ対決は中田チームが制し2対1で一歩リード。第4種目フットサルでは両チームともに前線。お互い一歩も譲らず4対4の同点のまま試合終了。続いての種目でラストになりますので、ラストの種目を勝った方が勝ちということになります。あの最後の試合が山頂ポイント入りますので、さあいかに早く。激闘を繰り広げてきた大運動会もいよいよ最終決戦。果たして山頂ポイントをかけたラストバトルの行方は。世界的な取り組みの SDGs、 内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。この番組はミクシルの提供でお送りいたします。いつも幸せにリクシル。運動会ラストの競技は障害物リレー対決。障害物リレーは昔から運動会の定番で子供から大人まで幅広く参加して楽しめる競技でございます。そして今回は番組オリジナルの障害物を用意しましたので皆さん最後の力を出し切っていただきます。それでは田口アナ、障害物リレーのルールよろしくお願いします。はい、コース中に設けられた各障害物を1人1つクリアしながら相手のチームよりも早くゴールした方の勝利ということになります。その障害物になりますが、1つ目が飴食い競争です。環境に優しい小麦粉が敷き詰められたトレーから飴玉を顔の感触だけで探して口に加え出せればクリアとなります。はい、2つ目がパン食い競争です。植物性の材料 100% バターも不使用なビーガンパンが上から吊り下げられているのでこれを口で加えられるとクリアとなります。はい、そして3つ目はリフティング連続10回です。直径1メートルのフラフープの中でフットサルのボールを落とさず10回連続でリフティングできればクリアとなります。はい、そして4つ目が3ポイントシュート。バスケのゴールに3ポイントシュートを入れることができればクリアとなります。そしてラストがピンポン玉運び。スプーンにピンポン玉を乗せてゴールテープを早く切った方が勝利ということになります。そして障害物の飴探し競争では人の体にも環境にも優しい小麦粉であるアルナチュリア有機ゆめちからを使用。さらにパン食い競争のパンはもちろんビーガンパンを使用している SDGs な障害物リレーと言えます。SDGs でいうと15番、陸の豊かさも守ろうに当てはまる競技となっております。はい、各種目得意な方がね、並んでくると思いますけども、さあそれでは各チームそれぞれの障害物に挑戦するメンバー発表してください。まずは内田君。はい、赤組まずは飴食い競争、中西さんいきます。よし、中西さんお任せください。これもバラエティでもよくやってますからね。でパン食いがマーリさん。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。でリフティング10回僕いきます。スリーポイントが石井選手。お願いします。ピンポン玉がマクファー選手、お願いします。はい、さあ内田君も落とせない勝負となりました。いかがでしょう、意気込みのほど。それぞれ皆さんの特徴が出る種目だと思ってますんで、負けるはずがない。あら、言い切りました。素晴らしい。ぜひ勝ってください。勝った方が山頂ポイントですからね。ぜひやっていただきたいと思います。さあ対する青組中田君どうでしょう。はい、青組は飴食いに中道。頑張ります。はい、でパン食い競争に田村さん。パンパンパン何それ、そんなあんの。でリフティング連続10回僕行こうと思うんですけども、今回石橋くん。おー、ありがとうございます。結構重要。そしてスリーポイントシュートはベンドラム。はい、お願いします。はい、ピンポンですもんね。でピンポン玉運びは西村さんで。ピンポンポン。はい、いいでしょう。
さあリーダー見守る形です、ね、見守る。もう中田君は出ないという感じですね。もうみんなに委ねます。あら、これもう信じてるんで。素晴らしい。意気込みのほどはいかがでしょう。いや、もう勝ちます。お、言い切った。山頂ポイントね。山頂ポイント、山頂ポイントぜひ手にしてほしいです。これかなりいい勝負になりそうですね。そうですね。それではスタンバイお願いいたします。よし、よし、よし、頑張れ。よし、最初大事やな。最初大事や。よっしゃ、頑張れ。よっしゃ、いけ。最初大事ですか。頼むよ。メガネが面白い感じになるんやろな。スピードで勝る。スピードが違う。あんな俺何回やってきたかかっこいい。何回やってきたと思う。かっこいい。さあ、それでは準備の方は大丈夫でしょうか。はい、はい。さあ、中道くん、飴探しは結構顔が汚れますけどいいですか。大丈夫。全然負けないです。マジで全然負けないです。ちょっとね、かっこいい顔が真っ白になるところが。いやいやいや、負けないですよ。負けない気持ちで。負けないです。なるほど。じゃあ長井さん、一人一人のスピード大事になってきますんで頑張ってくださいね。顔汚れたくないんだよね。やかましい。なんで男前ポジションで行くんですかね、あの人。山頂ポイントがかかった障害物競争、いよいよスタート。勝利をつかむのはどちらのチームか。それでは最終競技、障害物リレー対決、よーい、いけ。さあ、今スタートしました。青組、まずイケメンが、イケメンがいった。イケメン、さあ、イケメンかおじさんか、どちらが先に。アメをハートだ。イケメンだ、イケメンだ、イケメンだ。さあ、ここの速さですね。こうなってくると3ポイントシュートがどれほどの速度で獲得できるでしょうか。内田はあっという間にリフティングを終わらせました。メンドロメン、1本で決めた。1本で決めた。ストレート。さあ、石井頑張れ。どうなんだ、どうなんだ。かなりの差がついているという状況になります。青チーム、最後の西村本田ですが、3ポイント一発で決まった、一発で決まった。さあ、西村次第、西村次第であります。さあ、どうだ、これいいぞ。ゆっくりと、ゆっくりと西村、もうこれは歩くような速度で、歩くような速度でいく。まずは今ピンポン球を投げた。当たってしまった。西村がチェッター。山頂ポイントを獲得。いやー、すごい。ということで勝ったのは、あ、どうしました。あれ、あの高さに振るじゃない。ちょっとあれか、マーリちゃんパンが高かったかな。ちょっとね、パンの設定高すぎですよ。もう一回やらせてください。もう一回やりますか。お願いします。 VAR どう。 VAR は VAR ちょっとチェックしましょうか。高さ、チェックして。一回足で行くシーンもありましたもんね。確かにすごいかかと落としを見えましたね。もう一回。あと皆さん、 VAR を確認した結果、ちょっと高さに不利があったということで、ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回の勝負。やったー。あと、中西さん、はい、一回メガネを取りに変えるとかいらないですからね。え、でもメガネないと見えへんやんか。そのまま走り抜けてください。目が見えんかったらほんまに。お願いしますよ、はい。じゃあちょっとスタンバイいたします。よし。しかし、マクファー選手もかなり追い上げましたよね、最後。そうですね、あそこでもし落ちなければそのまま行った可能性すら、ね、逆に言うと西村ほのかはこうゆっくりとこうまんじりともせず歩みを。そうですよね。慎重に慎重に。スリーポイントは一撃で決めてくるのはすごかったな。確かにこうあれが並んでたらめちゃめちゃいい絵には ねなりますね、うん。さあ、泣きの1回ということになりました。たださっき青が勝ったので、青には山頂ポイント差し上げます。なるほど、すでに山頂と、はい、2ポイント獲得している。そういうことです。ただし、この次のリレーで勝った方が6兆ポイント差し上げます。6兆本命みたい。よろしくお願いいたします。6兆。さあ、それではメンバーは一緒でいいですか。ちょっとね、変えます、こっち、うん。あ、赤チーム変わる。ちょっとサラちゃん、アメやってもらおうかな。あれ
さらちゃん顔真っ白になるのいいの？大丈夫です。大丈夫だ。いいね、すごいね。あの一応事務所さんには確認を取ったところ、はい、どうぞどうぞというすんなり OK、なんて素敵な事務所なんでしょうか。それではもう後がないですから赤頑張ってくださいね。はい、それではスタンバイお願いいたします。こっちも変えます。あ、青も変わる。雨、はい、僕行きます。リーダー自ら雨行きます。リーディングじゃなくて、これは素晴らしい。リーダーも顔真っ白になっちゃいますけど大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。それでは第一走者スタンバイお願いいたします。普通石橋さんやろそこ。いや思ったんだけど、もう僕がリフティング担当なんで。サラちゃん頑張れ。サラちゃんいけるぞ。サラちゃんいけるぞ。サラちゃん頑張れ。頑張れ。かっこいい。お、新しい扉開けるんやろ。ナイスナイス。泣きの1回戦、6勝ポイントをゲットして内田チーム逆転なるか。それでは泣いても笑っても最終競技でございます。いきましょう、障害物リレー対決、よーい、頑張れ。泣きの1回、両チームが飛び出していきました。さあ、いかに早く頑張れ。サラちゃん、サラちゃん、頑張ってるよ。さあ、中田浩二もこれは全てを空振りして全力でいきます。まずリードを奪ったのは青栗ということになります。ここで内田篤人が応援に入ってきた。どうだ、その間に青チームパンを一発で獲得しています。青チームようやくここで雨を獲得。さあ、ターフガールが行くぞ。ターフガールが行くぞ。ファンのこのリードを埋めるべく一発でいけるか。届いたか。取り出し届いています。さあ、その間に石橋ですがリフティング、ここはすんなりと10回をクリアして見せたというところになります。さあ、しかし内田篤人追いついてきました。さあ、高速リフティングだ。高速リフティング、あっという間に10回を達成。さあ、差があっという間に縮まります。これは一本切りスローキングがありそう。さあ、これでどうでしょうね。スリーポイント一発で決めた方が圧倒的な有利を握ります。いい勝負。まずはベンドラメでかい決めた。そして石田篤人、交代のとこちゃんと見た方がいいんじゃないですか。交代のとこもう見ません。ナイスジャッジ、ナイスジャッジ。ワイル渡すんじゃないですか。もう一回やって次12兆ポイント入るようにしてください。もうそうなるとキリがないよね。はい、ということで赤組おめでとうございます。さあ、以上で全ての競技が終わりました。この後結果発表、全ての競技が終わりまして、いよいよ結果発表を待つのみでございますけども、赤組リーダー内田君、はい、全ての競技を終えて今のお気持ちいかがでしょうか。いや、非常に楽しかったですね。すがすがしい勝利と言いましたけれども、はい、青チーム素晴らしいチーム力で我々負けちゃうかなと思いましたけども、ちょっと忖度あり。正直素晴らしい。内田篤人の SDGs、 そういうことだよ。お音力がいろいろ働いてるよ。さあ、対しましてどうでしたか、中田君。いや、楽しかったですね。もうチームワーク、ね、そうですよね。良くなかったですか。いや、素晴らしかったですよ、皆さん、ね、本当に。みんなで、ただどんだけ頑張ろうが最初から勝てないようにはなってた。ね、すいません、あの3兆ポイントぐらいからそうかなと思ってました。申し訳ございません、はい、ということで各チームの最終獲得ポイントを発表いたします。はい、青チーム3兆2ポイント。おお、結構取った。すごい取ったね。めちゃめちゃ取ったね。めちゃくちゃ取りました。赤チーム、6兆1ポイント。ということで勝者は赤チーム。ダサいですね。そのポーズやるんだったら勝たなくてよかったですね。ね、うん、さあ、いかがですか。もう優勝ということでございます。どうですか皆さん今日は。いや、もうこれはもうすごい戦いでしたよね。楽しかったです。いや、落とす時間あったよ。一応スタッフさんが落としますかって言われたんで、このままにしてくださいって言いました。俺はそう言ったんですけど、まさか向こうのチームで中道君そのままに。
欲しがりすぎですよ。お願いしますよ、本当に。地味にサラちゃんも落としてないからね。落としてない。サラちゃん落としなかったね。あ、落とせないわ。サラちゃんいかがでした？あの最後雨やらせてもらって嬉しかった。あ、よかったな。よ、今日いっぱい頑張ってましたからね。そうよ、本当に。すごい。石井さんどうですか？いや、楽しかったです。うん、ね、思いのほかちょっと体に来てるんで。支障のないように、本業にね。本当にね。ね、マッカーさんいかがでした？でもめちゃくちゃ楽しかったです。あの、うん、楽しく SDGs について学ばせていただきました今日は。いや嬉しい、ありがとうございます。真面目やな、さすがですね。マリちゃんいかがでした？いや私もちょっとカーフ以外のスポーツが実は苦手でしてそれを皆さん補ってくれてね、すごい楽しかったですし、あの何より単純よく普及できたのがそうだね、はい、そうだよね。あれがおかしいのよ。何が？だって選手先生で怪我のないように言うて俺蹴られてるからシリメツメツですけどね。いや、よかった、ありがとうございます。さあ、負けてしまいましたけど、永田さん。いや、残念ですけどね。いや、今日は本当 VR に負けたかなと思って。VR ね、仕方がないですよ。あの、巻き戻すシステム一個もないんですよ。真っ暗な画面を見た体で喋ってましたから。いや、でも楽しかったですね。ね、ベントラメ選手、いかがでした？なんかどの競技もすごい見応えがあって、いや、面白かったです。いや、すごかったですね。はい、中道さんいかがでした？いや次もちょっとこれで呼ばれたいです白塗りで、はい、ぜひお願いします。田村さんいかがでした？はい、めちゃくちゃ楽しかったです。本当にそれぞれ あの競技のプロの方と一緒にできてすごい勉強になりましたし、これはまたちょっとアルティメットの普及にもなったかなと思うので、ちょっとこれからみんなもアルティメット よろしければ見ていただきたいなと思います。 ありがとうございます。素晴らしい。さあ、ほのかちゃん。はい、いやチームワークがちょっと良すぎて、うん、パスとかいろいろ回してくれてありがとうございますっていう感じでした。楽しかったです。ね、はい、楽しかったね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、石橋教授いかがでした？そうですね、一番顔を汚すべき僕がそうだよね、そうなんですよ、ね、汚してないのがこのチームの本気度だったそうだよね大事なポジションやってたもんな。はい、僕がリフティング担当をやらせていただいて普通交代するかなと思ったんですけど、ね、自ら行くっていういや素晴らしい、ありがとうございました。さあ、ということでただいまに優勝商品の贈呈を行います。優勝した赤組リーダー内田さんにお渡ししたいと思います。豪華商品こちらでございます。ドン！いやー、岩手牛のステーキ肉、こちらプレゼントいたします。おめでとうございます。いいよ、チームで分けてください。さあ、それでは最後に内田篤人君、運動会の総まとめお願いいたします。さまざまなジャンルからたくさんの方があの集まっていただいて、さまざまな競技を盛り上げることができました。本当にありがとうございます。そしてプロのね、やっぱり技術見れたの本当にすごかったですね、うん、あんなにスリーポイント入るんだなもそうだし、女性陣の方も一生懸命頑張ってもらって非常に楽しかったです。ぜひ第2回を来週火曜日。早いな場所を押さえてください。ここまだ第2回があるように僕願っておりますので。それでは以上、内田篤人の SDGs スクール大運動会でした。次回の SDGs スクールは、元宝塚の男役スターで俳優声優として活躍する七海ひろきさんと一緒に、日本が世界に誇る文化漫画を学びます。少女漫画結構好きなんで僕も読んでたんですけど、このドキドキしちゃうんですよ。どういうの何を笑っとるんだどういう。それでは皆さん、 YouTube チャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。